これさ、安定してますよ。これを来たのに対応するから大変ね、大変大変です。あれをしなきゃですね。だから私がやってるんじゃないんですよね。でこれで今ここでやってますよ。この限りではこの人食えれませんよね。でこれやめるんですよね。やめるんですよね。やめる、やめる。ごめん。大丈夫です。だからこの人に対して抵抗は全くしてない。抵抗するとこれは大変ですよね。もう私はもう足がついてませんから。抵抗しなくて。ただそれだけ、それが丸ですよ。これ来た時に、これ直線ですよね。ちょっとこう来たのに対して、こういう具合にこうなってますね。極端に言えば、こう来た時にこう、おっとね。ですからこれは今ここでやれば足広げて外で私が外からこの人に今回踏ん張ってやってますよね。この限りではこの人は抵抗できますよね。それとここに入っちゃったらこの人は何でもできません。でそれがだから入るということを言うとこう来た時にこう入ってですね、そうするとその人が体が入って体が入ってですね、それで入っちゃった、だからこの人と対抗して何かやろうと思ってない、対抗しようと思ってないですね。一緒になったですね。一緒になったからですね。だから原則的にはちょっと楽に分かりやすい。こうですね。こう来たのにこの人をこうやるときにこれは何もできませんよね。だけどこれでこの人を言ってます。だから最初に和合がないと。和合、和合というのはこういう和合はこの人も踏ん張って、バランス取って、まずもりをつけてやってますから、これには対応できるんです。これは対応できるんです。だからその変化、変化、ここで変化しますか。振り踏まえた。これもいいでしょうか。はい、こういきますと、私がこの人を打とうと思うと、そうすると、この人もこう出て、こう打つよね。私もこう打ってる。これを打ってますね。打ってるんじゃないですね。この人が入ってる。クレードルね。だからそれは同じですね。中心へ。でこの人例えばここだと、これだね。頑張りますね。でこれはこの人の両分の中に外から私が攻撃しますから、これは頑張れるね。これ頑張ります。そこが。こうやってるとこれも頑張りませんね。でこれはほとんど力入れないで、力入るときはこれは私も踏ん張っとる。これ入らない。だから考え方はあれですよ。ここでやってますから、その時にはここで行くと腰回りで行くと
こうや、今、こうやってついてる。これは、こっちやめて。これだけ、これだけ。うん。うん、だから後ろっていうのが半分が、みんな、半分が、意識されないっていうのが、半分捨てちゃってる。今これだってね。ね、これすごくお前もうここでバランスこっちが振るとこうなるとこうなるそれを大きな円で考えると、はい、体になってくるんですよ、うん、だから腰張りで言うとこれまで分からんけど言うと位置が変わってる、うん、これ変えようと思ってる変えようと思うと話わかるね。わかるね。うん、もうこれはもうおしまいですよ。おしまいですよ。うん。だから、例えば、こうやって、こっちへ振る場合、おしまいだ。うん。そうしないと、あの、肉体で勝負しますから。とても、そつじじゃ大丈夫です。90であれだけできるすごいですね。だから我々には、やっぱその記録に書いてあるけど、自分のこの遊びの範囲があって、その中で自由になってくる。私には話の自由度があるんですが、その自由度の中に、この人が入ってくるわけです。ちょっと代表でちょっといいですか。一回腕時計取っていいですか。これはあの安全のバランスを取れないですね。ちょっとこれだったらはいはいやれば、はい、これ足こんなに広い、はい、だから自分をまっすぐになってこれこれですね。手取りに行って、あの私は何もやってないんですか。この人するとこの中入ってきて、あ、困っとるから。マッパに入ってきちゃう。これをこうやって、大変です。これは自分の、まあ、それの中で、自分は、グラバサリでも、勝手に動くんですよ、体が。こうやってるのはね、対応できますね。こうやると、何もしないですけど、私、しゃがめばこれは。だから、丸く燃えたものが、ここで顔を動けば、だからね、だから、言ってるね、変な話、分かりやすいのは、天つなげみたいに、こう、腹減ってても、これは天井にはこういって、こういう具合にやりますよね。でその時も、この人は生きてるのにやるから、これはできませんよね。うわっ、この中に入っちまえば、
ちょっとやってだ今天地なんで。天地とは何か考えてないんだね。何でもいいんですよ。この中で自分と遊びが出れば、こういうの瞬間です。こうやって出てくる。ここにおるわ、私。あなたはこの辺で前もに立っていく。これならやるんだ。やってくれ。言われますね。でもできないから。どんな風でもいいんですよね。あの、飛びそうになってだからここでちょっとこれで回るからこの人と来た対抗してこれこれしようと思うから、体力になって、外からこの人のこれだけのバランスを崩してやろうと思うから中が、これ、これ困っちゃうね。この場で、腰の周りというのは、それだけです。おじさん一人で踊ってるのだから、この人が自分でなんか来た勢いがあなたの中心に帰ってポンハッとるわけなのか、そうですね、私やってないの、私やったら違うから、それは先生に言われるよ、腰の周りと